そんな、全然や。やっぱ嘘じゃん。そんな命がけの嘘ある？ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、てことで B ランクに上げるために頼まれたものを全部揃ったけん、さあ行きたいんだけど、私は未来の世界に今戻ることができるのか、とりあえずちょっとね、とりあえず、はい、雲外峡を通っていこう。ペローん、未来の世界、お、これで4つの世界全部。妖怪探偵団事務所、あ、ワープできる、やったー、これでランクアップやね。オッケーオッケー。思ったよりも早く全部のアイテムが集まったね。私めっちゃ時間かかるかと思った。いや、おばば、持ってきたよ。言われたもの持ってきたぞ。さすがじゃの。でもさ、妖怪ウォッチを強化するのにこれが必要とは思えないんだけど。なんじゃと？怪異の杖にイボイボシールド、姫いちごプリンセスパフェ、まあ、特にパフェ。これらはマストアイテムなんじゃ。もったいぶらずに渡しておくれ。はい、渡すけども。はい、これが頼まれたもの全部だよ。どうぞ。おばばに頼まれていたアイテムを手渡した。うん。確かに受け取ったぞい。ウォッチランクが B になるんだよね。どんな妖怪に出会えるのか、とっても楽しみ。では作業を始めるとするかの。少し待っておれ。またあの自動のやつで。よし。まずは怪異の杖じゃな。うん。なかなかいけるわい。そしてイボイボシールドをここに置き。おお、思った通りぴったりじゃ。さて、最後の仕上げの前に、一旦ここで姫いちごプリンセスパフェを。食ったね、今。できたぞい。妖怪ウォッチの強化が終わったぞい。絶対最後のやつ自分へのご褒美やん、ただの。妖怪ウォッチのランクが B に上がった。ありがとうございます、おばばさん。あの材料からどんな見た目に改造されるのかヒヤヒヤしてたけど、おばばさんってすごいね。もしかしておばば、集めてきたもの改良の道具じゃなかったのか。なんじゃと？バッチリ使ったわい。怪異の杖は何に使ったんだ？ウォッチの内部パーツをいじるときに、わしの肩こりを解消するために使ったのじゃ。はい？ただの肩叩きの道具。装備品を肩叩きに使うなんて、さすがおばばさん、大物だ。じゃあ、イボイボシールドは、うん、長く座っておると足が冷えるからの。足つぼマッサージで使ったわい。あれって健康グッズになるの？縦だし結構痛そうだけど。そして姫いちごプリンセスパフェは、おいおい、どうせ食べたんだろ。一度食べてみたいと思っておったからの。作業の合間に食べたが耳じゃったぞ。ふざけてる。俺たちが持ってきてくれたおかげでランクアップの作業がはかどったわい。俺たちがわざわざ集めてきたものってランクアップに必要な材料じゃなくて、おばばが快適に作業するために必要なグッズだったってことかよ。Bランクへの材料をバッチリ解決。ムカつくけど。まあこれで B ランクに上がれた。それは、あ、新速の術、技ゲット。やったやん。まあこれで B ランクにも上がることができたし、とりあえず、過去の妖魔界に戻って、エンマ宮殿に向かいますか。この辺でね。はい。妖魔界、過去。双剣山とかあの辺にも行けるんやね、ここから。なるほど。さあ、エンマ宮殿に向かおう。いい感じやね。チャーリーが暴走しよったけど、なんか。なんかあっちにもハテナがあるな。すごく気になるんだけど。とりあえず進めようか。なんか新たなクエストが発生したっぽい感じやけど。とりあえず進みます。ゴーゴーゴー。あ、ウリー隊長やん。なんか周りにうようよおるけど。お、門番かな。怖そう。どうも。クローニアン。なんだお前らは、なぜ人間が妖魔界にいる。
なんかすごい怖そうなモンバンだよ。正面突破は無理そうだな。おい、どうするんだ？え、ウィスパーは。大丈夫ですって、私にお任せくださいな。本当に大丈夫か？私ですよ、私。妖怪羊のウィスパーでウィス。ほらほら、大王様の側近の、ちょっと宮殿に入れていただきたいなーって。ねえ全然ダメやん。怪しい奴め、ここを通すわけにはいかん。そんな。全然やん。やっぱ嘘じゃん。そんな命がけの嘘ある？めっちゃ怒っとる夏目。そうでした。ここはずっと昔の妖魔界なんでした。そうよ。道理で話が通じないわけでウィス。まあそんなにうまくはいかないか。これからどうしよっか。妖魔界に来られたとこまでは良かったんだけどな。こうなったら聞き込みしまくるしか。任せろ。そこのお前たち、何か困っているのか？おー、冬にゃん。お守り。誰？冬にゃん。かわいい。困ってるやつは見過ごせないな。俺が力になってやるぜ。なんで冬にゃんがここに？もしかしてケイタか。久しぶりだな。それとウィスパー、お前も元気そうで何よりだ。ウィスー、これはまさかの展開ですね。あなたもおかわりないようで。ケイタの知り合いなの？前に一緒に冒険した俺の友達なんだ。今のケイタの仲間か。よろしくな。うん、よろしく。昔の妖魔界で知り合いに会うって、お父さんどんな少年時代を過ごしてたの？まあ確かに過去よね、ここ。ところでフィーニャンはここで何してるの？ああ、妖魔界のパトロールだ。この町の平和秩序を守るのも俺の役目だからな。妖魔界のパトロールねえ、じゃあさ、タマモっていう妖怪のこと知らない？タマモだぞ。ああ、知ってはいるが、最近になって人間界で悪さをしているという噂だ。まさかそいつを探しているのか？俺の大事な友達がタマモに連れ去られたんだ。なんだと？まさかそこまでの悪事を働くやつとは。俺はその友達、タイを助けるためにここまで来たんだ。だからお願い、フィーニャン、力を貸してくれ。友達のためか。お前、いい目をしているな。わかった。俺も全力で手を貸そう。そろそろ妖怪打ち使えるんじゃない？無理な。本当に？ありがとう。フィーニャンがしばらく力を貸してくれることになった。しばらくか。ちょっとしたらおらんくなるんやね。タマモがこの妖魔界に逃げたのなら逆に好都合だ。奴のことを知ってる妖怪は多いからな。問題児なんやね、妖魔界でも。そいつらから話が聞ければきっとたどり着ける。まずはタマモを知る妖怪たちを探すぞ。過去の妖魔界でタマモについての情報収集。キークエストをクリアしてストーリーを進めよう。タマモを訪ねて風味編、タマモを訪ねて力持ち編、タマモを訪ねて吹雪姫編。なるほど。とりあえずその妖怪たちに話を聞いていくと。素直に楽しむ妖魔観光。なんか気になるものが。これかな？増えたやつ。妖魔界に出迎え通りに素敵な案内をしてくれる妖怪が待っているようだ。行ってみよう。ちょ、これやりたい。素直に楽しみたい妖魔観光。めっちゃ楽しそうやん。行こう行こう。あ、降りてしまった、いきなり。ちょ、待って。行くぜー。多分あの入り口んとこにおった、ハテナのやつよね。あれやあれ。入り口じゃない。いや、入り口でいいんか。あれはまた別のやつか。ほら、多分ここにおるやつやろ。あ、おったおった。どうもー。ちゃんとツアーの旗持っとる、かわいい。いつもって、ああ、落ちた。落ちたよ。くっそ。はい、どうも。こんにちは。皆さんこんにちは。私、観光の方のために妖魔界のガイドを務めております、砂尾と申します。妖魔界のガイド？さようでございますよ。
妖魔界の魅力は余すところなく皆様にご紹介するのが私の務めでございます。よろしければ私に妖魔界にご案内をさせていただけませんでしょうか。お願いします。妖魔界の出迎え通りで待っていたのは妖魔界のガイドをしている素直だった。あ、これご褒美ヨーグルトや。素直は妖魔界の魅力を妖怪探偵団で余すところなく案内してくれるそうだ。たまにはみんなで観光もいいかも。楽しそう。妖魔界を観光、なんだか楽しそうだな。はい、ならばお任せください。皆様に素敵な思い出をご提供いたしますよ。素直に楽しむ妖魔観光を発生、クエストを進めてみよう。本当に観光しよる。皆様、本日は妖魔界へお越しいただき誠にありがとうございます。あちらに見えますのは妖魔界名物お食事処タコツボでございます。すっげー大きいな。おお、もんげー。おお二人とも、コマジロを見るずら、とっても大きいタコさんがいるずら。あんなにいっぱい食べきれないずら。昔の妖怪は食いしん坊だったずらか。あれはただの看板ずらよ。人間の世界にも大きなカニの看板の店があるずら。コマジロは物知りずらね。あなたたちいきなりどうしたの？観光って言葉が聞こえてきてたまらず飛び出してきたずら。一緒に観光する？知らない街をブラブラさせたら俺たちの右に出る者はいないずら。そこ自慢するところなんだ。元気なお客さんが増えて何よりです。せっかくですし他の場所も見ていかれては。妖魔界には魅力的な場所がたくさんありますよ。ぶっ倒れるまで飯を食らえ、腹いっぱい横丁、夜が明けるまで遊び倒せガシャランド。妖魔界のシンボルといえばこれ、ヨーデル大門。はあ、すごいずら、行ってみたいずら。みんな、オラと一緒に妖魔界をブラブラしようずら。いいね、賛成。よーし、みんなで一緒に妖魔界を遊び尽くすぞ。いいね。妖魔界を観光か、楽しみだな。うんうん、たまにはみんなで息抜きしたっていいよね。よっしゃと、腹いっぱい横丁。まずは腹いっぱい横丁だ、行ってみよう。へえ、なんかいいね。マリオカートとかで走りそう。なんか今、あ、今のあれか、力持ち。多分玉も訪ねて、力持ち編のやつや。すみません。ごめんください。観光できたんですけど、少し見学してもいいですか？いらっしゃい。この辺りで見ない顔だね。うちの店でよければ、好きなだけ見ていってよ。初めてのお客さんにはご馳走だってしちゃうからね。おいいのか？もちろんだよ。何がいい？キーマカレー3個。カモセイロそば、地獄のサブローラーメン、鳥すき焼き、キーマカレーで。はい、ご注文いただきました。すぐに作るから待ってね。おいしそうな食べ物がいっぱいずらね。どれを頼むか悩むずら。私はキーマカレーにしたよ。私は地獄のサブローラーメン。僕鮭おにぎり1つ。そんなのメニューなかったぞ。あれ、トーマさん、それだけでいいの？なんか素直とめっちゃ話しよるけど。 うん、僕小食だから。トーマってほんと昔からあんまり食べないわよね。なんなん、ダメダメ、男の子なんでしょ。遠慮せずにもっとガツンと食べないと。いや、でも僕本当に。じゃあトーマには地獄のサブローラーメン大盛りを追加で。キッズ、夏目。それとトーマさんにデザートつけてあげて。え、ふみちゃんまで。ずらー、そんなにいっぱい食べるなんてトーマは食いしん坊ずらね。みーたん、これは食いしん坊とはちょっと違うと思うずらよ。今のやりとりを聞いてたら。はい、ご注文の品ができたよ、召し上がれ。ずらー、ありがとうずら。いただきます。キーマカレーを3個手に入れた。やったね、もらえるんや、ちゃんと。美味しかった、お腹いっぱい。次はガシャランドか。腹ごなしに遊びまくろ。あ、これか、ガシャランド。ゲームセンター的な感じなんかな。うわ、すげえな。何あれ、妖怪？あ、待って、ガシャランドにも雲外鏡が。オッケー、ここが受付っぽい。ん、これは一体誰かしら。でもとりあえず、あれ、
ねえ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 、どこ行ったの？ナビワンは建物の中までは無理なんかな。そういうことか。ああ、こんにちは、遊びに来ました。バレするね。ガシャランドへようこそ。人間のお客さんなんて珍しい。よーし、これも何かの縁だ。ガシャコインをサービスしちゃおう。あいつなんか引こうとしよる。いいのか？もちろん。さあ、好きなガシャコインを選んじゃって。お、好きなの選んでいい。古びたコイン30枚、ガシャコイン3枚、一つ星コイン1枚。一つ星コイン1枚にする？やっぱいいやつ。なかなか渋いチョイスだね。じゃ、目一杯運試してきてね。グッドラック。やっぱほら、枚数よりも質じゃない？いいか、一番たくさん大当たりを出すやつが勝ちだからな。うん、望むところだ。みんななんかいろいろと散らばって、ガシャの勝負には絶対に負けられない。なんずる、みんな楽しそうずらね。一体何をしてるずら？ずら、誰が一番ガシャで大当たりをするか勝負するらしいずら。のんきー、楽しそうずら。オラもやりたいずら。よし、コマさんも勝負だ。負けないぞ。外れたんか。どうだった？大当たり一つも出なかった。なんかトーマが後ろで吟味しよるけど。これも同じく。そういうもんよ。おめでとうございます。誰誰誰？お日様。お客様、またまた大当たり。またまた。コマさんめっちゃ運いいやん。そういう運ないと思っとった。兄ちゃんすごいずら。全部大当たりずら。素晴らしい、くれ。そろそろやめよっか。うん、勝ったら延々と続けたくなるってやつ。うん、すごいな、コマさん。ただものじゃない。それに引き換え俺たちって。まあそういうもんよ。うん、次はヨーデル大門に行ってみよう。案内して。パッと見てわかるか。あ、この辺。この人。すみません、ごめんください。観光できたんですけど、少し見学してもいいですか？おう、もちろんだ。好きなだけ見ていくとよい。なんならわしが案内してやるぞ。こう見えてわしはヨーデル大門の管理人じゃ。やった、お願いします。結構優しかった。厳しそうかと思ったけど。おう、これは妖魔界の観光名所の一つ、ヨーデル大門。見てくれ、この巨大な門を。妖魔界で最も大きいと言われている。そしてその奥に見えるのは閻魔宮殿だ。モンギリ、これまたとんでもなくでっかいな。遠くから見ても大きかったけど、近くで見ると迫力がすごい。こんなに大きな門が必要だなんて、ここを通る妖怪もきっと大きいすらね。そういうことじゃないやろ。いくらなんでもそれはないすら。それにしても今日はたくさん遊んだな。こんなに遊んだの久しぶりかも。ずら、みんな今日は俺たちと一緒に遊んでくれてありがとうずら。ずら、とっても楽しかったずら。また遊ぼうずら。そうずら、またみんなと遊べるようにオラのアークをあげるずら。おー、コマジュローのも。マジでやったー、ありがとう。コマジュローが友達妖怪になった。むしろなんで最初くれんかったん。コマジュローの妖怪アークを大切にしまい込んだ。コマさんだけやったもんね。うん、ありがとう、コマジロ。また一緒に遊ぼうね。最初の一回だけじゃ信用されんかったんかな。ガシャ対決、今度は負けないからな。ずらー、かわいい。素直に楽しむ妖魔観光をバッチリ解決。てか、あの二人は一体どこから観光という言葉を聞いてたんだ。別にね、ポケモンみたいにずっとモンスターボールにしまわれとるとか、持ち歩けるわけじゃないもんね。ほい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんかさ、妖魔界で歩き回りよる、ちょっと
と半透明っぽい妖怪あのでかい、ちょっとさ、あのドラクエ11に出てくるヨッチ族やっけ、あれに似てないめっちゃ思いよったんやけど